3.5 カウント 3.3 カウントになったノーマル吉田光陽を紹介する。効果は凡人に渡す人は読めない。臆病ではない。出た時から強いって言い続けてきたカードがまさかの2度目の情報申請。斬撃時の却退時間が 0.8 カウント伸びたけど、効果中に2度目の斬撃を当てても弱体は重複せず、再び効果時間を0から数えるよ。威力7に特技2つと号令持ちとしては優秀なスペックで、経歴も勢力カテゴリーを問わないから、ミコスで軽い号令を入れたい時に採用できる追加効果付きレアミツブチのような感覚で、紺色にもしやすいかな。青勢力だけ見ても今回の調整で過去に暴れた明智光秀や柴田勝家らが情報修正されて、要注目や仕組み合わせてグルコンや指揮不足地の手段として投入するのもかなり強いと思うよ。画面がついたこのタイミングで今回情報修正された3枚を採用した。構築例をおすすめとして紹介しとくね。効果時間が両端和が 0.8 カウント、明智光秀が 0.4 カウント延長されたから、気になる方はまとめて吉田東洋と合わせてみたら新しい発見あるかもしれんね。これが現実だ、受け入れろ。この命いつだち捨てる準備はできちゅうき。いざ尋常に勝負。行くぞ。正しいものが破れるか。犬ども切って捨ててやる。フレームロー。違うんだ、私は流派発動。三の型寄せろ。放て。寄せろ。全国解放。ここまでか。結露開け、この国の宝を。諦めてなるものか。伏せろ。出て大丈夫か。
が現実だ。受け入れろ。任せておけ。犬ども、切って捨ててやる。伏せろ。見切りだ。力不足か。少し休みましょうか。伏せろ。我らが炎にて敵軍を焼き尽くせ。犬どもの分際で出過ぎたか。行くぞ。正しいものが破れるか。俺がやっちゃる。やっちゃる気に。ここまでか。足を止めるな。攻めるんじゃ。やっちゃる。やっちゃる気に。流派発動。一の方、吉田東洋からは反響デッキになる予感と、次回の下方修正の恐怖を感じるよ。今回はもう一試合あるで。見えている。行くぞ。臆病ではない。慎重なだけだ。弱小、ここまでか。出過ぎたか。犬どもの分際で正しいものが破れるか。ゴーだ。前期解放。諦めてなるものか。なんという執念。伏せろ。復活時へ。見切った。ここまでか。見切った。これが現実だ。受け入れろ。
行くぞ。六門戦は勇気の証。見切った。流派発動。三の型違うんだ。私は出過ぎたか。伏せろ。犬ども切って捨ててやる。放て。正しいものが破れる。ジェクショー、ここまでか。強門洞窟の弱体効果はマフィアなどと同様に出術効果中の相手にも効くよ。カードゲーム的に言えば敵軽力の対象にならないと。ダメ系や妨害と違い対象を取ってないの関係やね。グラブルで言うならマウント貫通みたいなもんやね。土の子くんはログー君を思い出させるな。出て大丈夫か。敵はいないだろうな。流派発動。諦めてなるものか。見切った。任せておけ。容赦はせんぞ。見切った。我が瞳には毛利の未来が見えている。これが現実だ。受け入れろ。見切った。犬ども切って捨ててやる。行くぞ。伏せろ。六門戦は勇気の証。ここまでか。六門戦は勇気の証。バカにするな。見切った。伏せろ。なんという執念。地蔵なんぞ知らん。ご視聴ありがとうございました。